アドミラルグリゴロビチ級フリゲートは、ロシア海軍のフリゲートの艦級。正式名は 11356M 型フリゲート。国会艦隊は、ロシア帝国海軍以来の主要艦隊の一つである。しかしその主要基地であるセバストポリは、ソビエト連邦の崩壊の過程で、ウクライナ領に編入されており、艦隊の分割と基地の使用権に関する協定によって、 ロシア海軍国会艦隊の使用継続が認められたものの艦隊の装備更新には同国の同意が必要となったことから艦艇、機材の老朽化が進んでいた。2008年の南オセチア紛争の際、アメリカ海軍をはじめとする北大西洋条約機構諸国海軍の艦隊が国会に侵入した。これは人道援助や軍事演習を目的としたものであったが、特に ロシア通用部がイージス艦のトマホーク武器システムの射程に収められたことはロシア指導部にとって重大な危機感を抱かせることになった。また2010年代に入るとアラブの春に橋を発する中東情勢の不安定化に伴いナトウ艦艇の国会展開はさらに頻繁化していった。これに対抗する必要上ロシア海軍にとって国会艦隊の更新は 喫緊の課題となった。当時、ロシア海軍ではアドミラルゴルシコフ級の整備を進めていたものの、これは比較的先進的な設計を採用していたために、建造は遅れがちであった。国会の情勢変化が急激であったことから、こちらに配備する艦艇は、既存の艦をもとにした前進的な設計とされた。これに応じて建造されたのが本級である。上記の経緯より、 ヤンターリゾー船所がインド海軍向けに建造した1万1356型の設計をもとにした発展型とされている。船体の主要寸法は1万1356型とほぼ同様である。上部構造物は環境、煙突、ハンガーの3つのセクションに分かれており、いずれも主構造材として鋼を用いている。 ステルス感化を図っているのも11356型と同様である。指機関も11356型と同系列の M7N1 型小ーグ機関とされた。これは巡航機としてユグッと6000、高速機としてユグッと16000を組み合わせたもので2セット搭載して両弦の推進機を駆動している。ロシアでは機関である。 M7N1 型のうち、ユグットマ6000の DS-71 については、組み立てや一部部品の供給をウクライナに依存しており、ウクライナへのロシア介入に関連して2014年6月に、ウクライナ政府が発した、ロシア向け武器輸出の全面禁止措置に伴い、4番艦以降への搭載分が入手できなくなるというトラブルが生じた。そのため内部を再設計した上で、 出力2万7千馬力の M90FR を2機使用する案と1万4千馬力 M70 マフリューを4機使用する案が検討され、最終的に M90FR を搭載することとなった。統一造船会社はウクライナがガスタービンエンジン供給を拒否したことに関連し、2015年に裁判を起こすつもりであると発表した。2017年6月、 M70FRU4 機によるコガーグとすることが発表された。装備面では多くの点で刷新されている。艦隊空ミサイルシステムは、アドミラルゴルシコフ級で採用されていた 3K96 リドートではなく、11356型と同系列の7入りマイナス1が採用されたが、発射機は VLS 化された 3S90E1 に変更された。また、 近距離迎撃用として、最大射程 15km、最小射程 500m の QM100 ミサイルを7、7入り -1 の VLS からも発射できるように、する計画がある。対地、対艦兵器としては、8セルの 3S14 ユックスクを搭載しており、ここから、カリブル NK 及び、P、P-800 を発射できる。これにより、 ロシアの大型水上戦闘艦艇として初めて有力な長距離対地火力投射能力を具備することとなった。かつてはブラモスの搭載も検討されていた。手法も同じ A-190-100mm 単装速射砲ではあるが、砲立てがステルス化された A-190 から01に更新された。戦術情報処理装置としては、 タルワー9の搭載するトレーボバニエ E は輸出向けのダウングレード版であるため同時に24の目標までしか処理できなかったがロシア本国向けの本館が搭載するトレーボバニエ M では256の目標を同時に扱うことができる。またトレーボバニエ M ではなくシグマを搭載しているという説もある。またオルラン -10 無人機を搭載する。 この試験は2017年秋に実施され、砲撃とミサイルを使い、高精度で海と陸上のターゲットを攻撃することを可能にする。オルランマイナス10は、カタパルトで発艦し、任務終了後パラシュートで艦板に着艦する。無人機搭載によりレーダー外や地平線を越えた目標の補足が可能となる。当初は旧席を建造予定であったが、 2015年に6隻に変更されている。一番艦、アドミラルグリゴロビチは2010年に寄港され、2014年3月14日に完成した。2015年8月には引き渡しが行われるとされていたが、冷却機の不具合により9月以降に延期され、2016年3月10日に納入された。同年中にシリア内戦に実戦投入され、 アドミラルグリゴロビチの艦上からミサイルを発射する様子をロシア国防省が公開している。機関問題により4番艦以降の建造は遅れ配備について2点3点した。当初機関問題により2017年2月にアドミラルブタコフとアドミラルイストミンのインドへの売却が決まったと報じられたが、6月に機関を国産の M70FRU とした上で、 三隻を2018年よりバルト艦隊向けに建造を再開すると報じられた。しかし8月に2隻をインドへ売却し、1隻はロシア海軍向けに完成させることが発表された。2010年11月にはインド海軍が三隻の1万 1356M 型警備艦の建造を契約する見込みがあると報じられていた。2015年3月には、 生産が停止しているロシア海軍向けの3隻について、統一造船会社のイーゴリポノマ両府は、インドへの売却交渉が行われていると発表した。しかし、同年5月国防省は4番艦以降について、ロシア製エンジンの完成を待ち、インドへの売却を行わないとした。10月には、巡航機関を国産代替機関である M90FP へ、 変更予定の4番艦以降の完成が2019年から20年で建造計画が大きく遅れる見込みであり、ウクライナ危機に橋を発する西側諸国の経済制裁や原油価格の下落による財政悪化もあって、これら3隻を海外に輸出し、他の艦船の建造費に割り当てるという計画が持ち上がっていることが報じられた。2016年8月には、 この3隻をインドが取得するとすることが報じられた。機関が搭載されておらず自走できないためヤンターリでは輸送方法について検討している。この3隻についてはブラモスの運用能力が付加されるとされる。10月には4隻売却されるタルワー級フリゲートのうち2隻がロシアで完成され、残り2隻がインドでライセンス建造されるとされた。 2017年1月、ヤンターリが建造する2隻について、ロシアが9億9000万ドルを提案したのに対し、インド側が同意しなかったと報じられた。2017年2月、ロシアで建造する2隻は、アドミラル・ブタコフとアドミラル・イストミンであることが正式に明かされた。2017年11月16日、インドへの売却契約は、 近い将来に行われる予定であるとフロッティプロムが報じた。ありがとうございます。